はい、どうもおはこんばんちは、上さん木村です。今日はですね、究極万物を焼く煉獄の魔術師、究極アブですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーのステータスはね、ご覧の通りです。でアビリティ未的の書、まずはリーダー黒キラですね。ハイパーヒール300年の怨念、俺だった愛をつけてます。俺だったは保険として使ってます。続いて光太郎ですね、見習い愛をつけてます。遅延多いですね。そしてエバイスケですね、ディメンション産物、俺が戦うゼキナスをつけてます。そしてスタンバイにはセロハンですね、喧嘩愛をつけてます。遅延要因とゲージ要因さえしっかりしていれば、何でもいいと思います。では参ります。わざわざ SP ユニットで挑戦することもないんですけど、まあ、育成中ということで声を出すさせてもらっています。もう産物ディメンションだけで OK です。最後だけね、CS を使う場面がありますが、それまではもうほとんどじゃないですね、全部ですね、全部ディメンションでいきます。自爆も1万2000なので怖くないです。狂気もありますが、狂気もさほど怖くないです。怖いのはコンフェ玉を踏みすぎるというのが怖いだけですね。なので、ああ弾いてしまった。これはちょっとさすがにいけました。じゃあもう狂気に入っても大丈夫ですね。さすがに無理だと思ってたんですけどね、まさかいけるとは思ってもいませんでした。はい、続いて第3ラウンドですね。ここはゲージ没収されますが、ディメンションなので関係ないです。と増援が出ていますが、もう産物2回乗っちゃってるので、適当な位置でも大丈夫です。はい、冷凍が出てきましたが、ここもほとんど関係ないですね。さあ最終ですね。ここでバイスケの CS で走らせます。これで産物が乗ってくれたおかげで、次はディメンションだけで可能です。さあゾーンも出てきましたが、産物が乗ってると怖いものなしです。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。まあ非常に、美味しい、クエンですので、なるべく周回していきましょう。
はい、最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザワタイム。